どうも趣味家の夫と妻です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。前回の動画で発表した趣味家が行く園芸日本一周という企画、僕らが普段活動している神奈川県を飛び出して園芸店や園芸イベント周りを通してね、日本一周しちゃおうっていう企画になっています。今回はその第1回としてここ山梨県に来ています。いや、めちゃくちゃ天気も良くて良かったよね。そうだね、もう本当にここに来たのってコロナが始まる前、だからもう数年ぶりぐらい。そうだね、そしてここ山梨県アガベの有名店が実はたくさんあるんだよね。でそんな中でも今日僕たちが行ってくるのはこちらのお店です。どうぞ。One day in, one day out, on top, then you're down, the highs and the lows keep swirling. ということで今回訪れたのは山梨県にあるアガベ専門店の内田農園さん。私たちが住む神奈川県からは高速道路を使って 1.5 時間から2時間くらいの距離にあります。内田農園さんは車の修理業も展開しながら、もともと20年ほど農園を続けていて、初めは趣味で多肉植物やアガベを栽培していたところからお店を開くに至ったそうです。で今ご覧いただいているのは向かっている最中の映像なんですが、景色がめちゃくちゃ良くて、改めて考えるともうこの企画ってただの旅行だよね。楽しかった。今境川のコンビニに行ってきたらこんな感じでね、ジュースが売ってました。シャインマスカットとブドウの炭酸なのかな。これ山梨にゆかりがあるやつって書いてあったと思う。あ、本当？ちょっとねこれ飲みながら行きましょう、せっかくなんで。おしゃれだね。炭酸だね。どうぞ。はうまい。うまい。味濃いよ。あ、本当。うん、うまい。果汁 15% も入ってんのか。そう。いいやつだね。いいやつ。なんかところどころ雪。いらっしゃるね。いらっしゃる。一人お二人ぐらいいらっしゃる。ワクワクすっと。はい、というわけで着きました。もう後ろにね見えてるので向かいます。行ってみましょう。こちらのコバルトブルーが入るコンテナとガレージが内田農園さんの店舗。別の場所にも農園もあるそうです。当日店主の内田さんと常連さんがいらっしゃったのでご挨拶して早速見て回ります。内田農園さんの印象としてはすごく大株が多かったかな。冬の間は内田さんのところマイナス6度ぐらいまで行ったらしいんだけど、それを感じさせないほど元気な株ばかりで迫力がすごかったです。すごいな。ユタエンシスもあるのかな。エボリスピナがめちゃくちゃたくさんあったのが印象的でした。中にはこんな感じでお花をつけているものも。やば、エボリが咲いてるのとか初めて見るもんね。本当だね、すごいよ。やば。すごいね。レッドキャット。ああ。
欲しいって言ってたもんね。かっこいい。すごい ね。すごい綺麗だな。ね、結構大株じゃない？うん。気持ちいい。ね、すごいね。うん、名前とか書いてあるかな、反対が。裏側から見るのわかる。うん。ちっちゃい。あ、ママル。ママルってやつか。白銀。うん。力がすごすぎるね、うん、めちゃくちゃかっこいいな。うん、いやすげえな、やっぱインパクトが違うね。強ってな、ね、渋すぎる。いや、なんかこれ見ちゃうと流行るのわかるよな。うん。お次はガレージの中にあるこちらの部屋。わあ、秘密基地みたいな。本当だ。危な、これ見ないで帰るところだ。ねえ。すごい。ここは LED で管理されていて、特にしっかり作り込まれた株が多かった気がします。へえ、すごい。目立った携帯の情報は入ってきていません。おお、すごい。すごいね。いや、かっこいいね。エポリもいっぱいあるねえ。最後に見せてもらったのは入り口近くにあったこちらのコンテナなんですが、中に入るととにかくすごかった。これはすごいね。すごい。わあ、すごい。アホリダスも大きい。なんか内装も素敵だね。ね。ここは温室になっていて、温度もめちゃくちゃ高かったんだよね。うん。そういう雰囲気とこの内装が相まって、なんかここだけ海外みたいな空気感になっていました。あと、いい匂いがしたもんね。そう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 。で、こちらのホリダスも圧巻でした。すごかったね。うん。こんなに大きいのなかなか見ることないからね。うん、めっちゃ綺麗。はい、帰ってきました。いや、本当に楽しくて、感想もね、いろいろあるんですが、うん、まずは購入品の紹介からいきます。それがこちら、
アガベポタトラムベッキーです。これもね、前から欲しかったものを見つけたので購入させていただいたって感じです。ライムグリーンっていうのかな、綺麗な麩が広めに入ったアガベです。で、冬の間水を切って管理されていたそうで、購入時はちょっとシワが入った状態だったんですけど、だいぶ回復してきました。かなり張りも出てきて、で、成長点も動き始めたので、まあ、発根したかなっていう感じで普通の管理を今しています。この間での購入なので綺麗に大きくしていきたいなと思ってます。ということで、今回は山梨県の内田農園さんにお邪魔してきました。まあ、今回訪問した日がたまたまだったのかわからないんですが、ガレージ内にずっとラジオが流れていて、それがね、秘密基地感をまた演出してて、こうグッときたね。うん、内田さんもとても優しくて明るい方で、購入したベッキーについても株の状態や育て方などいろいろ話してくださいました。とにかく気さくな雰囲気で、あー、これは通いたくなっちゃう店だなって感じだったね。本当だね。はい、それじゃあ今回は初の山梨県訪問だったので、園芸日本一周の地図も埋めていきましょう。はい、これで5つ目です。まだまだね、先は長いんですが、こんな感じで今後も遠征していくので、皆さんの街で趣味館を見かけた際はぜひ気軽に声をかけてください。あと最後に、これ完全に余談なんですが、山梨県に向かう途中にパーキングエリアによってトイレを借りたら、水がね、こうちょろちょろっと出っ放しになっていました。で、最初は前の人が止め忘れたのかなと思ってよく見てみたら、凍結防止のために止めないでっていう風に書いてあって、ああ、なるほどなっていうところで、すごくね、地域性を感じられる遠征になりました。ちなみに植物以外の遠征先での様子っていうのも、実はエンディングの背景に使っていたりするので、よければこの後も見ていってください。はい、今回は日本一周企画1本目ということで、いろいろ手探りでしたが、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんの感想をいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。と、こんな感じでこのチャンネルでは育てている植物の紹介や園芸店イベント巡りの様子を紹介しています。まだの方はこの機会によければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。